はですね、IBF 世界フライ級のタイトルマッチ、マーク・ジョンソン対アーサー・ジョンソン、ジョンソン・ジョンソン対決ということになります。まずは防御者から、はい、紹介しましょう。チャンピオンと挑戦者のプロフィールご紹介しましょう。まずはチャンピオン、スピーディーな左ファイター、マーク・ジョンソンです。アメリカ・ミズーリ州出身の26歳。90年にプロデビュー、96年フランシスコ・テヘドールを1回わずか95秒でノックアウトし、空位だった IBF 世界フライ級タイトルを獲得しました。これまで4度防衛しています。戦績は34戦33勝1敗、33勝のうち24の KO 勝ちがあります。一方、挑戦者は左ボクサーファイター、アーサー・ジョンソンです。アメリカ・ミネソタ州ミネアポリス出身の32歳。92年プロデビュー、94年1月には IBF 世界フライ級タイトルに挑戦しますが、12ラウンド判定負け。95年7月には1階級上のジョニー・タピアの持つ WBO 世界ジュニアバンタム級タイトルに挑戦、敗れはしたものの、あのタピアをずいぶん苦しめています。戦績は20戦17勝3敗、17勝のうち10の KO 勝ちがあります。両者ジョンソン対決となります。楽しみですね、はい。これチャンピオンは5度目の防衛戦なんですけども、浜さん、はい、あの挑戦者のアーサー・ジョンソンの方はですね、はい、まあ、あのいい戦績なんですが、敗れたのがですね、ピチッと、それから、うん、タピア、この両者にね、もう強い選手だけですよね、そしてそれ以外はあのみんな勝ってて、そしてあの内容がいいわけですよね、この選手とチャンピオンのジョンソン、これは本当に油断できないですね。そうですね。そうですね。チャンピオンはもうあまりにも速いパンチを打って KO 勝ちを続けているために、はい、トゥーシャープというニックネームを持っているんですね。早速そのチャンピオンの KO シーンをご覧いただきたいと思います。どうぞ。まずは96年の5月4日の試合からご覧いただきたいと思います。これはですね、王座を取った試合ですね。相手はフランシスコ・テヘドールです。当然香川さん、この辺はビデオチェックしてますでしょう。はい、強烈な初回のナックアウトですね。これですよね、本当パンチ強烈なんですよね、マーク・ジョンソンは。このクラスで珍しいですよね。いや、もう稀に見るパンチ力だと思いますね。ずっと日本のユリ・アルバチャコフ選手との統一戦をにやりたいやりたいってずっと言ってたんですよね、マーク・ジョンソンは。結局ユリ選手が負けてしまったために実現はしませんでしたけど。浜さん、どうなんですか、テクニック的には。この選手、テクニックはもちろんなんですけど、軽量級のボクシングを変えた一人といえるでしょうね。なるほどね。というのは、軽量級は今までスピードと手数とタイミングだったんですね。やっぱスピードとパワーのボクシングを変えてきた選手の一人ですよね。なおかつ当然のことがタイミングもね、いいタイミングの抜群だし、そしてね、なんといってもパンチ力、力があるということですね。ディレードアクションでね。マーク・トゥー・シャープ・ジョンソン。さあ、そして、この試合はですね、8月1日96年ですね、ラウル・クアレスを破りまして初防衛に成功した試合です。白のトランクスが挑戦者のクアレス、おっと早くも倒れてしまいました。ユリ選手とね、戦いましたよね。ユリが倒せなかった相手を倒し切ったということですね。それほどやっぱパンチが、ユリ選手もパンチありますからね、それに耐えたフアレスをやっぱり KO したってことは相当な感じ力があると思いますから。必ずしも正確ではないですけど、そうやってね、三者間と比べることも、まあ、できますよね。浜さん、どうですか、はい、この試合に対してですから、強引さがいいですよね。それで今までは軽量級の場合は力入ってるとスピードが落ちるというよく言われたんですけど ね、スピードが落ちないんですね、この選手は。さあ、そして今度はですね、5月31日97年、3度目の防衛戦、セシリオ・エスピノと対戦しました。この選手はもう皆さんご存知だと思います、川島選手と戦っています。これが確か2ラウンドのスタート。こっちに見入ってしまいますけど、身長の割にはリーチが本当長いんですよね、本当に長いリーチのどこで当たっても浮かせられるぐらいのパワーがありますよね。
これが3度目の防衛戦でした。はい、で迎えました今日がですね5度目の防衛戦ということになりますが、見どころは浜さんどの辺になりますか。まあ、あのチャンピオンのマーク・ジョンソンのパンチ力なんですけどね、挑戦者のアーサー・ジョンソンは早いわけですよ、はい、ですから力だけで通用するものなのかどうか、そこも注目するところですね。早速その試合をご覧いただきましょう。今回は珍しいところで行われております、アメリカワシントン DC 陸軍集会所で行われました試合です。どうぞ。It is a standing room only crowd here in our nation's capital. Mark Johnson has stamped himself. He believes and they believe is the best of the IBF 世界フライ級タイトルマッチ12回戦、アメリカワシントン DC で行われました。両選手がリングに登場しています。トゥーシャープマーク・ジョンソン対フラッシュアーサー・ジョンソンの一戦です。これはこれまでの戦いぶりを表したものですね。とにかくマーク・ジョンソンが先ほどから言っていますように5度目の防衛戦ということで、前回の防衛戦は4ラウンドに左手の親指を痛めまして、これはちょっと苦しみながらも、まあ、大差の判定勝ちという成績を収めています。And now, ladies and gentlemen, Cedric Kushner Productions in association with the IBF and Budweiser, the undisputed king of beers, proudly presents 12 rounds of boxing for the IBF Flyweight Championship of the World. The IBF president at ringside, Mr. Bob Lee. The IBF supervisor,The Honorable Doug Beavers. The three judges scoring the bout on a 10-point must system are from the District of Columbia, Mrs. Sheila Harmon Martin and Mr. Paul Ortiz. From Virginia, the third judge is Mr. Vaughn Lepre. The timekeeper is Mr. Floyd Lumpkin and counting for the knockdown, Mr. Andre Davis.Physicians at ringside, Drs. Martin McLaren and Dr. William Strudwick. And now, ladies and gentlemen, this is it, the moment of truth. 12 rounds of boxing for the IBF Flyweight Championship of the World.Controlling the mayhem when the bell rings is a referee, Joseph Cooper. Introducing the principals. First, fighting out the red corner, he's wearing red trunks. He weighed in at 111 pounds. His excellent professional record, 17 victories against only 3 defeats with 10 KOs to his credit. Originally from East St. Louis, now fighting out of O'Fallon, Illinois, he's the number one challenger in the world. By the IBF, please welcome Arthur Flash Johnson.ランキング1位の挑戦者です。アーサー・ジョンソン、傍らにはあの名将アンジェロ・ダンディが控えています。Black and white tonight. He weighed in at the flyweight limit of 112 pounds. His outstanding world-class professional record, 33 big victories against only one disputed defeat, 24 of those victories coming by way of knockout, and is being called pound for pound among the very best in the world. Ladies and gentlemen, making the first defense in his hometown,returns home hailing from right here in the nation's capital of Washington, D.C. Here is the reigning IBF flyweight champion of the world, King Marcellus Mark Tushar Johnson. これが
5度目の防衛戦になります。マーク・ジョンソン、王座を取ってからこれが初めてのホームタウンでの試合ということになります。マーク・ジョンソン、ホームタウンはここワシントン DC であります。ご覧のようなルールによってこの試合は行われます。フリーノックダウンルール、それからどのラウンドもゴングには助けられません。そして例によりますレフリーだけがこの試合を止めることができます。4ラウンド以降はジャッジペーターによる勝敗ということになります。 IBF 世界フライ級タイトルマッチ12回戦です。香川さんの見どころを一言伺っておきたいんですか。そうですね、やっぱりマーク・ジョンソンのパンチ力にこちらのアーサー・ジョンソン挑戦者が技術でどこまで対抗できるかということですよね。アーサー・ジョンソンは挑戦者、88年のオリンピックのアメリカの代表なんですが、その時なんかミネソタ大学でコンピューターを専攻してて、でプロ入りが4年遅れたっていう経歴がある選手なんですよ。なんでそのボクシングスタイルもその何て言うんだろう、すごくアカデミックな感じのボクシングスタイル、技術的な選手なのでどこまで対抗できるかっていう楽しみはありますよね。かなりお詳しいですね。さすがですね。今何も見てませんでしたね。いや一生懸命調べて覚えてきました挑戦者がランキング1位フラッシュ先行というニックネームがついています。アーサー・ジョンソン、さあ試合が始まりました。チャンピオンがトゥーシャープマーク・ジョンソンです。ジョンソン対決、IBF 世界フライ級タイトルマッチ、試合が始まっています。アーサー・トランチクが挑戦者です。フラッシュとネームが入っています。名前は同じでもタイプの違う両者ですよね。本当にそうですね。右を出していきます。サウスポーのマーク・ジョンソン、フロントランクスがチャンピオンであります。長身がアーサー・ジョンソン、挑戦者の方で170センチ、チャンピオンは160センチです。10センチの差があります。そんな違いますか。それからこの挑戦者はこれが3度目の世界挑戦になります。ボディーブロー、94年の1月にピチッとに IBF のタイトル挑戦しましたが敗れて、95年7月には WBO のタピアに挑戦しましたがこれも敗れました。チャンピオンがいきます。ガードを高く上げました。左強烈な一本、何のダウンダウンです。最後ダウン、うーんと喋る暇ないまで早かったですね。試合終了です。試合終了です。いやもうこれは驚きました。パンチある選手もいいところなんですね。地元でのあっけない勝利。本当に浜田さん喋る前に失礼いたしました。何にも言わないまま終わってしまいましたけど、じーっと見てれば瞬間ですよね。本当にアマチュア時代カルバハル、あるいはマッキニーに勝ったこともあるということなんですが、プロではアンジェロ・ダンディのコーチを受けた、まあ、傍らに先ほどカメラも捉えていましたが、全くそういったことも、ね、詳しく、その前に1ラウンドノックアウト負けです。起き上がりました。いやこの両者は本当に実力伯仲してたと思うんですよ。もっと喋ることがあるはずだったんですけど、でももう終わっちゃいましたからね。いや喋りたかったな本当に。これはすごかったですね。上からのカメラです。パンチある選手はそういうのがあるんですよね。この左ですね。ガード一瞬開きましたね。開いたというよりですね、今右アッパー打とうとしたんですよ。はこれ右アッパーですね。なるほどなるほど、右が下がってって、だからチャンピオンのジョンソンのパンチが速いから守ってたわけですよね。それで打ち返そうとした瞬間ですよね、はい。打ち返そうとした瞬間に回転がジョンソンもついてしまってるわけですよ、チャンピオンジョンソンは。これですね、とどめですね。これがあおり方は棒のように倒れてしまいましたね。バタッという感じですね。本当にいやいや、先ほどダイジェストでね、これまでの試合戦いをちょっとご覧いただきましたが、あれに匹敵するような倒し方しましたね。みんなああいった棒のように倒れるっていうことはやっぱり相当パンチあるということですね。見た目以上になるでしょう、この選手は。なるほどね。このままダイジェストで使えますね。編集しなくていいというやつですね。これ71秒ですか。早いですね。あっという間に試合が終わってしまいました。これで5度目の防衛に成功であります。まさかの1ラウンド KO となってしまいました。それではマーク・ジョンソンの戦績です。この試合で戦績は35戦34勝1敗、34勝のうち KO の数が25となりました。